球連邦軍モビルスーツガンダム、型式番号は RX78。 ジオン軍のモビルスーツによる侵攻で劣勢に立った連邦軍は、その威信にかけてガンダムを開発。これによって戦局は大きく動いた。ビームライフルは戦艦の主砲並みの威力を発揮。ビームサーベルは高熱で敵を一刀両断。ハイパーバズーカは戦艦すら撃沈する。パイロットはアムロ・レイ。ガンダムはガンキャノン、ガンタンクとともにホワイトベースに配備され、ジオン軍と戦う。地球連邦軍がザクに対抗して開発したモビルスーツガンダム、その高性能を目の当たりにしたジオン軍兵士たちは驚愕の中で倒れていった。やがてガンダムは連邦の白いモビルスーツと呼ばれ、恐れられるようになっていく。ガンダムはジオン軍への反抗の旗印として戦場に立ったのである。